はい、お疲れ様です。今回は壊れたポケットモンスターダイヤモンドパールのパールの方を買ってきました。金額は880円で、ケースなしでカセットだけ置かれてました。それじゃあ早速つくかどうかやっていきたいと思います。壊れたポケットモンスターダイヤモンドパールのパールの方を買ってきました。値段880円。安すぎ。意味わかんない。ラップ。巻いてない。ラップ巻き巻き。錦の。見ろよ、お前で負けちゃうぞ。おい、巻きちゃう。返すよ。俺で巻きちゃう。返すよ。おい。錦のマーク。取らないで。ちゃんとつきましたね。やったー。主人公の名前か。ライバルの名前か。このポケモンもらっていいんですか。もちろんさ。ポッチャマのニックネームか。すいません。はい、何ですか。え、何かけたんですか。え、あの香水です。違う、ニコちゃんはジャスミンの香りがするんだ。ニコちゃんがウンコの匂いなんてしない。ウンコの匂いするやつ。お前臭いね。お前臭いね。お前何してんねん。お前ポケモンバトルはお断りします。興味ないです。ピッパのニックネームか。焼きそばだよ。焼いたそばだよ。ムックルの名前か。ファイコリンクのニックネームか。ダイスケ。